できないわ。ダメ、あの子は愛せない。どうしてもダメ。お母さんなのにですか？どうしてですか？どうしてって、どうしてもです。何なんだこれは。アスカ、このままじゃお前はママというモンスターに壊されちゃう。橋本先生と相談したんだけど、しばらく宇都宮のばあちゃんとじいちゃん家へ行け。あの二人ならお前をきっと守ってくれると思う。物事は自分の側から見るだけでは真理を見落としてしまうんだ。相手を信じること、許すことこそ自分を大事にすることでもあるとじいちゃんは思うんだ。そんな長ったらしい難しいことを。理屈っぽかったが。でも時間はたっぷりある。ゆっくりと考えなさい。真っ赤に染まった西の空を見たアスカはあまりの美しさに息を呑みました。あったかい。もしもしじゃないよ。そばに来るな。あっち行けって。アイロンなんか振り回して当たったじゃないよ。なんでそんなことするの。もうママとは呼びません。静代さんと呼びます。嫌いだからじゃないのよ。信じ合える親友になりましょうってこと。私は直人は大好き。でも明日香はダメだった。あなたを見てると心の奥にチクチクと刺さるトゲがあった。だって直人を保育園に預けてまた仕事に復帰しようと決めた矢先よ。あなたを身ごもったのは。だからあなたを産んでからもずっと産まなきゃよかった、産まなきゃよかった、この迷惑なトゲ目って後悔してた。私ってひどい母親ね。私もアスカみたいに強くなりたい。親友か。うん、いいわね、それでいい。それからカウンセリングを受けてみようかな。だってもう一度ママって呼ばれてみたいじゃない。そうよ、ママじゃなくて静代さん。